はい、ということでね、今日も母ちゃんと種まきしていくわけですが、ちょっと母ちゃんが来る前にですね、この、スズテックというメーカーね、ハシュキではおなじみのね、スズテックさんですが、僕が使っているのがこの手動タイプですね、手で回すタイプの、200血用セルトレイハシュキ STH3KR の200を使っておりますが、最近ではね、ここ手で回す部分がなくて、電動でボタンをこう押せば行って帰ってきて走る終わりというのがあります。約20万ぐらいだったかな。これが約当時買った時はちょうど10万円ぐらいだったと思いますが、これが電動になりますと約倍の値段になるということですね。で、このセルトレイハシュキね、スズテックさんの使われている方も多いんじゃないかと思うんですが、割とねこれを使われている方のあるあるじゃないかと思うんですが、ちょっとねやってみましょう。はい、ここにね、床土を入れた、セルトレイ、これはもう水はしっかり打ってあります。水を打ってある200血のセルトレイをセットしまして、ここにこれねコーティング種子を入れるわけですが、はい、このようにね入りました。でこのハンドルを回すことによってこっちに送られていって、ここを通るときにこのブツブツのローラーでね、鎮圧を兼ねながらこれでこう種を落とす穴をね開けていくわけです。あっちまで行きますと、これは今度はこれをハンドルを逆回転して戻すときに、こっから種が落ちて帰ってくるということですが、ちょっとやってみましょうね。はい、このようにここでぐるぐる回ることによって鎮圧されて穴が開くと。でこれを今度ハンドル逆回転することによってこう帰ってきて、あそこで穴がこう種が落ちていくわけですが、見てください、ずれてますよね。種がちゃんと落ちてないですよね。はい、見てください。これをね結局こうやって手で直していくわけですが、でこれがずれ、穴と種がずれとるということは、このギアの位置がずれとるということなんで、ちょっとこう手で回すことによって、ギアの位置が正常に戻るんで、次はちゃんとなるわけですけども、でもまたその次はまたずれるわけですよ。でそれをいちいちねこう手でやるのもねえどうかなということで、おそらくねこういったこの穴と種のズレに悩んどる方、この、ハシュキを使われとる方で結構あるあるじゃないんかなと。僕ちょっと他にお話、これを使っとる方と実際お話ししたことはないですが、おそらくあるあるじゃないかなと思うんですよね。でそれの直し方をですね、この前、先日久保田の展示会に行った時にスズテックさん出展されとったんで、ちょっとスタッフの方にね伺ったところね、ここあそこ見えますね、六角で回すボルトが、あれを緩めてですね、ちょうどこの種が落ちるときにこのギアの刃があそこ見えますね、あの
あのギアの刃が、ちょうど種が落ちるタイミングで真下に垂直に居ないとずれが生じるということで、そこをね今の六角のボルトを緩めて調節すれば、種の落ちる位置とこの穴とのずれはなくなるということでね、教えてもらったんで、ちょっと今日はね母ちゃんが来る前に、これを調節して直しておこうと思います。はい、そんな今日は2020年8月の9日日曜日でございます。ということでね、今日はこれを直して母ちゃんと種まきでございます。それでは今日も頑張ってハッピーチンゲンサイ。見えるかな、力じゃない。あら、2本あるんですね。こっち側にもありました。2本緩めて、で、はい、ちょっとこれを手動で回して、ここをですね回して、種が落ちた時にこのギアがちょうど垂直で真下を向いとる位置で止めればいい言うて言うちゃったもんじゃ、真下90度真下を向いとると思うんですが、ちょっとまあカメラではちょっとねずれて、カメラがまっすぐじゃないんでずれて見えるかもしれませんが、これで一応まっすぐです。よし、あれでちょっと回してみましょう。はい、これで果たしてどうなるか。これで送ります。穴を開けます。返します。ギアが噛みます。種が落ちます。おおおおお、ずれとるがな、ずれとるがな。どういうことやね、こうなるでしょう。まあまあずれとる、まあずれとるな、こんだけずれとったらずれとるな。あ、母ちゃん来たかな。Hello 皆さん、ハッピーサンデー。今から種まきにします。やってみましょう。はい、送ります。鎮圧穴開けします。反対回しします。ギアが噛みます。種が落ちます。ずれとるかな。どういうことやね。ちょっともう一回調整し直しです。母ちゃん来るまで直しとこう思って、これ種と穴がずれよったじゃろね、うん、じゃけ母ちゃん来るまでにちょっと調節して直しとこう思ったんだけど間に合わなかったね。まあもうちょっと多分直るけ、あの土入れよってや、土入れ終わるまでには直して。はい、了解です。はい、お願いします。
わかりました。原因が、今ねこれをちょっと外してみたんですけども、ここ、ちょっと難しいな。ここまあこうなって種が落ちる隙間があるんですが、その間のこのプラスチックみたいなね、ここ分かりますかね、がかぶさってるんですが、それがもう劣化してねボロボロになっとるんですよ。なのであそこで一流落ちたり二流落ちたりして、結局広いとこが隙間が広い狭いのばらつきが出るわけですね、あそこで。なのでギアのタイミングの問題ではなかったということです。ですからこれをおそらく交換すれば問題は解決すると思います。これでもとりあえずテープ貼っちゃでも微妙な隙間じゃけえね、あれが調子狂うんでしょうね。はい、ここです。これがねもうボロボロになってちょっといいがにかんので、一旦ちょっと一回テープで止めてやって、ほらもうここ劣化してね、テープで止めてやってみましょう。それでダメならもう今日は手動に切り替えです。はい、ここをねちょっとテープで応急処置しよう。母ちゃんちょっとテープビーって引っ張って貼ってくれる？ここをテープで貼りたいね、ここビーっと。よし、その辺これでダメならもう手動。要するにこの隙間分かりますかね、この隙間をさっきのプラスチックでこうどういったらですかね、微妙なあの隙間をあのプラスチックでこう調節の調節というかね、微妙な隙間を保つ役割しとったわけですが、あのプラスチックがもう劣化してボロボロなので、この種が落ちる隙間がね、まちまちの広さになって一流降りたり二流降りたり、そして落ちるタイミングで落ちなかったりしてずれてたわけですね。あのプラスチックをとりあえず交換すれば治ると思うんですが、今日はまあ休みですし、明日発注してもおそらく盆明けになるかと思われるので、とりあえずテープで補修してみました。さてうまくいくのかどうかやってみましょう。いいんじゃないかな、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな、均等に落ちとる感がしますね。さあどうだ。おお、いいんじゃないの合格合格、母ちゃん母ちゃん治った、何しよん母ちゃん、虫見つけるそう、粉ガがねちょっと苗もいいけ、後で粉ガの捕獲のために黄色い IT シートもぶら下げよう思うんだけど。何？ジャックオブオブなんで、俺何それ、何でもできる。ああよし、ちょっとこれがまあ続かねはダメじゃけどね、おんぶ、おんぼできる、おんぶは腰が痛いのでできません、ジャカボンスリーなのによし、ちょっと続けてやってみましょう。よしよし、もったいですよ、これでこれでうまくいったらもう合格いうことにしようや、かあちゃんね。さあ
ました。帰ります。はい、ちゃっちゃっちゃっちゃ落ちておりますよ。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。はい、ちょっとお前がこんな感じで合格じゃろ、母ちゃん。よしよしよし、じゃあ残りやっていこう、母ちゃん。はい、お疲れでした、母ちゃん。もっと早う治って早く種まき終わる予定だったんだけど、思わぬところで時間食いましたが、まああれで原因が分かったんでね、早速あのペラペラの部品を頼んでね、でまああとちょっとギアの調整が必要かと思いますが、あれでまあほぼ映画になるでしょう。でもね、母ちゃん、それあの経営持続化給付金の申請で、あ、補助金か、経営持続化補助金の申請で全自動ハッシュキーをね申請しとるけ、もしあれが申請通れば全自動ハッシュキー全部オートマチックでね行くけね、今44枚巻きおるけど10分ぐらいで終わるらしいよあれがもし申請通ればいいですがね、まあそのことを願いながら今日は終わっときましょう。だからまだまだ時間はたくさんよ、母ちゃん。今から草刈りじゃけね、頼ますよ。はい、はい、ということで今日はこの辺で動画の方は一旦終わっときたいと思います。それでは皆さん、また明日、ハッピーチンゲン菜。はい、草刈り草刈り、カロカロ。